どうもこんにちは。ですね、キャンプ場に来てまして、今回もね、ソロです。缶ソロ。で、缶ソロなんですが、ちょっと前の動画で、ゴミ問題のお話をしたと思うんですけれども、久しぶりに来てみたんですが、ちょっと見ていこうと思います。まずね、もうすぐ目につくんですが、こんな感じで置いてたりとか、あとこっちはもっとひどいと。これは焚き火の跡かな。これは焚き火の跡で、こっちが炭ですね。炭もね、結構な量が捨ててあります。あとは今度こっち行きましょうか。こっちに行くと、まあ、この辺もね、ところどころ残ってて、これもかな、これもそうですね、これも多分焚き火の跡かな、焚き火の跡だし、あとこっちに行くと、ここもですね、ここも同じように焚き火の跡があると。なんかところどころにって感じですね。こっちはまだ綺麗なのかな。こっちは綺麗なもんですね。ところどころはあるけど綺麗かな。こっちダメですね。こっちはあるな。これもそうですよね。なんでみんな木の根元に捨てていくんですかね。これは炭か。前回みたいに本当1箇所ぐらいしか焚き火の跡とかがないんであれば片付けて帰ろうかなと思ったんですが、ちょっとね、量が多すぎて一人でなんとかそれだけ片付けられるほどのものを持ってきてないですね。じゃあね、向こう側もあるので向こう側もね、一応見てみましょうか。はい、ちょっと降りてきましたが、どうだろうね。これもそうですよね。これもそうだし、あとはね、やっぱりここもそうなんですよね。これは炭と、あと牡蠣の残骸かな、焼きガキをしたんでしょうね。あとはなんか燃え残りみたいなやつとか、ここも炭かなんかですね。ポツンと炭が落ちてたりとか、これもですね、これもゴミだ。燃えた後、これもそうですね。なんか自分でこうキャンプ動画とかやってて、やっぱり他の方のね、動画とか見てると、焚き火とかってなんか見てて楽しいじゃないですか。楽しいし癒されるしって感じなんですけど、でなんか僕もね、同じようになんかこう人を癒したりとか、そういう映像ができればなと思って焚き火とかをなるべく送るようにはしてるんですけども、なんかね、どうなんでしょうね。まあ、いくら注意してもこうやって捨てる人は捨てるんだとは思うんですけど、なんていうか、こう YouTube とかメディアとかを見て、じゃあ自分もキャンプやろうって思う方ってたくさんいると思うんで、まあ僕もそうだったんでですね、なんだろう、そういう
映像を出す側の責任というか、なんかそういうのはちょっと感じますけどね。まあ、やっぱりその影響力がある方々とかがですね、ちゃんと終わったら片付けようねとか、そういうことをどんどん発信していってもらいたいですよね。しかし何なんでしょうね、あの木の根元ら辺に炭を捨ててるのは何なんだろう、肥料とかのつもりなんですかね。わからない。サイトから外れるとね、こんな感じでゴミは落ちてないんですけどね。でも今日一番ひどかったのはこれですね。貝の殻まで捨てられてますからね。なんかこう焚き火の灰とかをそのまま捨てるっていうことならわかるんですが、炭とかこの牡蠣とかはもう完璧にゴミですからね。はい、おはようございます。昨日ですね、ソロキャンプに行ったんですけども、久しぶりだったんで結構楽しみにして行ったんですが、炭をですね捨てていってる人が多すぎて、なんかねあんまり楽しめなかったんで、本当はですね泊まって帰りたかったんですが、あまりにねなんかテンションが上がんないので、食べるだけ食べて家に帰りました。キャンプ場が別に近いわけじゃなくて、道中が多分1時間半ぐらいかかるんですが、それでもなんかテンションが上がんないとなんか泊まる気にもならなかったんで帰ったんですが、なんかねこう見てしまったからにはというか、やっぱりそのまんまなのは気になるので、ゴミ袋とかスコップとかを持ってですね、今またキャンプ場に向かってます。まあ、1時間半かかるんで往復で3時間ぐらいかかるんですけど、まあまあ何もしないよりかはいいかなと思って今向かってるんですが、まあ本当はですね子供たちも連れてこれればゴミは捨てちゃいけないんだよっていういい勉強になるのかなと思ったんですが、今日は金曜日なので、また一人で向かってる感じです。本当はね昨日のうちにできればよかったんですけど、炭とか、まあ、灰とかを捨てるのに自分の分を処理できるくらいのバケツとかしか持ってってなかったんで、ちょっとまた準備を整えてという感じなんですが、前回はね本当1箇所だけだったんですよ。1箇所にかまどがあって、すごいみんな綺麗に使ってる中で1箇所だけあったんで、なんだこれっていう感じだったんですけど、昨日行ったらねもう10箇所ぐらいにそれがあったんで、どうなんだろうっていう感じですよね。まあ、今ちょっと考えてるのはそのキャンプ動画、キャンプする動画をアップするときは、まあ、最初と最後の10秒間ぐらいでもゴミ問題についてなんかこう動画を挟めればなと思ってるんですけどね。 CM じゃないですけど、なんかそういうのはキャンプ系の YouTuber の方がみんなやってくれるとちょっとは違ったりするのかなとか思ったりもするんですけどね。前回ですねゴミの問題の動画をアップした時に、うちの近くもそうなんですよっていうコメントを多分日本のいろんなところからいただいたんで、やっぱりその全国的に問題になってるんだったら、そういう、まあ、発信する側もですね問題提起をしないと、ただこう楽しいよっていうだけじゃいけないんかなって感じがしますよね。なんか難しいですけどね、悲しい感じですよね。じゃあねゴミ拾いをしていこうと思いますよ。Thank you.
はい、本当ある程度なんですけれども、まあ、全部とはいかなかったですが、ある程度片付けることができたんじゃないかなと思います。本当ああいう炭とかって誰かがね片付けないとあのまんまだし、自分以外の誰かがやるからいいだろうっていうのはやっぱりちょっと違うんで、もう炭をね片付けられないんだったら炭を使わないとか、炭を捨てるのにですね、あれは気を使ってるんですかね、端っこの方に寄せて捨ててたりとかするんですけど、一人が捨てると捨てちゃいけないとこだって分かってても捨てる人って多分出てくると思うんで、ゴミを捨てる最初の一人にならないっていうのはもちろんなんですけど、誰かが捨ててるから大丈夫ってことで次に捨てる2人目3人目とかにもやっぱりならないように気をつけないといけないなと思います。でもなんかあれですね、昨日はですねそういう光景が至る所にあって、気になってしょうがなかったっていうのと、なんかすごいテンションが下がっちゃったんですけど、やっぱ家帰っても気になってたんで、ある程度ですけど綺麗にできたっていうのがあるので、なんかこう自分の中ではちょっとすっきりした感じがありますね。キャンプ場のためにもそうなんですけど、自分のためにも、まあ、時間はかかるけど来てよかったなと思います。